知事から所信表明のため、発言の申し入れがありますので、これを許可します。知事、松井一郎君。府議会再開にあたりまして、議員並びに府民の皆様にご挨拶と、今後の府政の推進について、私の所信の一端を申し述べます。この度、府民の皆様から再び付託をいただき、大阪府知事として2期目の府政を担当させていただくことになりました。府民の皆様の改革を継続し、一層の成果を上げてほしいという期待と、大阪をもっと豊かにしてほしいという切実な思いを受け止め、その重責を痛切に感じています。有言実行で府政の推進に取り組んでまいります。1期目の4年間、私は東西2極の1極を担い、世界の中で存在感を発揮する都市大阪の実現を目指してまいりました。2期目のスタートにあたり、その目標を副首都大阪の確立という具体的なミッションとして掲げ、大阪市はもとより、府内、市町村や経済界とも力を合わせ、これからの4年間でその土台を築いてまいりたいと考えています。日本は今、東京への極端な一極集中が進み、災害等の危機に対する脆弱性が重大な課題となっています。首都圏で大規模な災害が発生したとき、国家として機能が完全に停止してしまう可能性があります。いつ、いかなるときも、行政、政治、行政、経済を中断させないために万全の備えを整えることが必要です。東日本大震災を契機に、首都機能のバックアップの必要性が高まっていますが、いまだに十分な対応がなされているとは言えません。国家として万全の備えを一刻も早く進めるためには、平時から経済中枢機能などを分散することで、災害に強い国土構造に転換するという発想が必要です。大阪は多くの企業、マスコミや金融、証券、外国交換、そして鉄道や道路などの都市インフラが東京に次いで集積する西日本随一の都市であり、国の機関や企業などの中枢機能を担う第二の拠点にふさわしい大きなポテンシャルがあります。民間企業の中にはリスクヘッジとして東京本社に加え、大阪には本社機能を新たに設ける企業も出てまいりました。平時にも非常時にも日本の未来を支え、牽引する副首都大阪の確立は国家的な要請であると言っても過言ではありません。国土軸を強化するリニア中央新幹線も、大阪が副首都となれば、東京・大阪間の早期整備の必然の要請となります。強力な国土軸と、それにつながる県域内外とのネットワークの充実など、副首都にふさわしい交通・物流機能インフラの整備を目指してまいります。副首都にふさわしい統治機構の在り方についての議論も進めます。新たな大都市制度の設計図の再検討に向け、大阪市としっかりと手を携え、まずは住民の皆様の意見を十分に伺ってまいります。並行して二重行政の解消に向けた具体的な取り組みを進め、今からできることは速やかに実現させていきたいと思います。こうした取り組みを進めるため、大阪市と連携をし、年内に副首都推進本部を設置をし、副首都大阪の確立に向けた検討や議論に着手をいたします。リダンダンシーの確保により、強い国土構造への転換を図るとともに、首都、東京とともに、日本の成長を力強く牽引するツインエンジンとなる副首都大阪を目指し、中長期的なビジョンを策定してまいります。府政運営は直面する府政の課題に対して、引き続き変革と挑戦を基本姿勢として取り組んでまいります。既存の制度や枠組みにとらわれず、課題に正面から向き合い、府内市町村とも連携しながら、成長と安全、安心の良き循環による豊かな大阪の実現を確たるものとします。そのため、これまでの成果を礎に、スピード感と府民や民間の目線で、施策の立案の2つの視点で徹底したいと考えています。成長を加速させるため、大阪府と大阪市が一体で
進め、できた大阪の成長戦略をさらに強力に推進してまいります。大阪発の新たなビジネス、イノベーションを創出するために、国家戦略特区などを活用し、新たな施策を展開いたします。大阪の経済成長を支え、産業育成の核となる機能の充実を図るために、府市の研究所統合によるスーパー公設市、大学の統合、港湾管理の一元化といった総合案件は早期に実現をしたいと考えています。また、鉄道の延伸や高速道路のミッシングリンクの解消といった交通物流機能を強化する交通インフラの整備や、大阪・関西の成長を牽引する重要なエリアとして期待される梅北2期など、まちづくり、都市基盤整備を進めてまいります。観光インバウンドの拡大は、今が絶好のチャンスです。この機を逃さず、国際エンターテインメント都市大阪の実現を目指し、取り組んでまいります。現在、アジアを中心に、海外から多くの観光客が大阪を訪れており、2020年に来阪外国人旅客者数を650万にするという、大阪の観光戦略の目標値も前倒しで達成する勢いです。進捗状況を踏まえて、目標を情報修正するなど、さらに高い目標を掲げて、施策を推進してまいります。合わせて大阪の発展の起爆剤となりうる、世界を引きつける突き抜けた都市魅力の仕掛け作りにも取り組みます。IR については、法案の動向を見据えながら、大阪での立地実現に向けてしっかりと取り組んでまいります。また、国際博覧会については、21世紀の人類共通の課題解決に寄与することに加え、大阪の都市格の向上や経済の活性化が期待されますことから、機運の醸成を図り、誘致に向けた取り組みを進めてまいります。今任期を通じて、こうした施策をさらにスピード感を持って進めることで、活気が活気を生み出す、スパイラルを定着をさせ、成長を加速を促してまいります。大阪はすでに人口減少、超高齢化社会に突入しており、2040年には人口のおよそ4割が65歳以上となると推計しています。人口減少傾向を抑制をし、誰もが活躍できる社会の実現を目指し、大阪府町・人・仕事創生総合戦略に基づき、真に必要とする人に届く施策を展開をしてまいります。女性や若者が活躍するための環境整備を進めます。雇用促進や子育て支援などを実施し、一人一人の就職、結婚、出産、子育ての希望を実現する取り組みを推進をいたします。また、次の時代に大阪を担う子どもたちを育む教育も重要です。学力向上の取り組みや英語教育の充実を図るとともに、私立高校授業料の無償化の継続など、家庭の経済的な事情にかかわらず、誰もが希望する教育を受けられる環境づくりにも努め、子どもたちが社会の中で生き抜いていく力をつけられるよう、教育力のさらなる向上に力を注いでまいります。市町村と連携をしながら、府民の皆様の暮らしの安全、安心を守る施策を推進します。健康寿命の延伸、高齢者や障害者のなど、すべての人々が活躍できるまちづくりなど、福祉医療の充実を図ります。南海トラフ巨大地震への備えや豪雨対策など、防災・減災の取り組みの強化、治安のさらなる向上にも取り組みます。人口減少、超高齢化社会を迎える中で、府民や民間の目線を加え、府民福祉向上のための最適な手法を見出し、府民の皆様に豊かな大阪の実感をお届けしたいと思います。これまで職員基本条例や行財政改革推進プランに基づき、大阪府庁内部の改革を進めてまいりました。今後とも府庁組織のパフォーマンスをさらに向上させながら、施策を力強く推進してまいります。具体的な施策については、財政運営基本条例に基づき、財政規律を堅持しながら、選択と集中の観点でしっかりと検討を行い、組み立ててまいります。規制の緩和、公民の連携、そして
ストックの組み替えなどによる新たな財源の創出など、創意工夫を凝らして、さまざまな手法を活用しながら、施策の充実を図り、柔軟な発想で戦略的な施策を展開をいたします。今、大阪の冬の街は、光の共演でにぎわいを見せています。橋本前知事の時代に、とにかくやってみようと始めた御堂筋イルミネーションがついに梅田から難波までつながり、府内各地にエリアプログラムも広がり、新たな経済効果を生み出しています。ここまで盛り上げていただいたのは、関わっていただいた皆さんの一丁やったろうという熱意、一歩踏み出すチャレンジ精神のおかげであったと感謝をしています。同時に、この事業を支えているのは、民間の皆さんにもしっかり商売をしていただく、だからこそ投資もしていただけるという公民連携の姿です。そのために行政は、御堂筋というストックをが持つポテンシャルを掘り起こし、民間の力を借りて、道路を新たな魅力発信の舞台として組み替える、大阪が目指す姿がここにあると感じました。今までできなかったことも本気で考え、大阪全体が力を合わせれば実現できる。目の前にある課題は、次の時代に先送りせず、今、解決の道筋を作ることが私の使命であると考えています。これからも困難な壁があってもくじけず、前向きに未来に向かって前進してまいります。府議会の皆様とは、今後とも丁寧な議論を真摯に重ね、皆さん、さまざまなご意見を伺い、決めるべき時にはしっかりと決断をしたいと考えています。私はその役割から逃げずにぶれずに、しっかり責任を果たしてまいります。議員並びに府民の皆様におかれましては、私の意のあるところをお汲み取りをいただき、ご支援、ご協力賜りますように、心からお願いを申し上げます。以上で知事の発言は終わりました。